どうも皆さんこんにちは。今日は2023年6月の24日と土曜日ですね、大安の日でございます。天気はですね、どうでしょうか。梅雨の中休みということで晴れですね。さあ、名古屋車両庫を見ていっております。飛騨7号ですね、富山行きということで、今日は富山編成がぶつ切り編成ということになっておりますね。ちょうど1でね、真ん中の7を挟むようなサンドイッチのね、ような状況ですね。さあ、大阪飛騨編成 D202 編成、それからこちらキア8号208番とかね、この辺りの編成でございます。こちら飛騨5号、飛騨古川行きとか撮っております。今日はですね、結構飛騨号をね、撮影してありますので、ぜひともねご覧ください。ありがとう。キア8号系ですね、いよいよこの日が来ました。13番線の到着出口は右側です。さあ、その前に南紀1号の編成ですね。北陸線に入ります特急白崎1号金沢行き7時50分発を借りまして4番。さあ、この辺りはいつも変わらないね、南紀1号の案内板となっております。自由席が1両ですね、ついておりまして、あとは指定席2号車から5号車ということで、かなりとね、方がね、ちょっとね、撮影に来ておりました。さあ、これ南紀1号でございますね。さあ、今日はね、人がなかなか多くて撮影がしにくかったからですね、当たり前ですけどね。満席御礼、立ち乗車多数ということで、もう通路とかで、ね、今ね、自由席が立っておりました。他の指定席に関しても、もうほぼ売り切れなんじゃないかなと思っております。要するに5両編成満車でね、こう行っていると思います。まあ、この後のですね、ありがとう KIA8 号系を新宮でね、見たい方とかね、新宮でもね、こうやって先に回りしていけば見れますので、これに乗っていく方も多数いらっしゃるんじゃないかと思っております。さあ、走行している間にですね、車両庫に行った C102 編成がね、北上しております。8時18分発の普通列車亀山行きということで、表示やすいローカル亀山となっております。この列車もですね、やはり注目の的とはなっておりますね。この列車が関西本線の運用についているということで、ね、ちょっとね、疑問以外の、ね、方もいらっしゃるような感じでね、当然だと思いますけどね、その存在を知らなければ、なんでこんなところにいるんだというふうになってしまうとは思っております。さあ、続きまして飛騨3号の富山行きということでございますね。先頭は D7 編成ですね。それで富山編成については D203 編成でございます。さあ、こちらですね、ありがとう KIA8 号系南紀ですね。これの特急ありがとう KIA8 号系南紀号です。あと4分少々で発車をいたします。はい、これの電光掲示板を見ております。この特急の前のですね、マークですね、これちょっと私初めて見たんですけれども、今日ですね、ご一緒させていただいた方が高山のね、ところで見たことあるよということで、KIA8 号系と H8 号系混在しているときに、KIA8 号系で運行される列車の前にね、これがついていたということでね、すでにあったものなんですけど、私ちょっと初めて見たので、ちょっとびっくりをしてしまうんですよね。さあ、そのありがとう KIA8 号系南紀号ですね、これが6両編成で入線ですね、特別編成ということでございます。
さあ今ですね12番線に到着しました。ありがとうですね、キハ15系南紀号ですね。さあこちらを1号車から見ていきましょう。新宮側がね1号車ということで、デビュー当時のものをですねこの辺りは忠実に再現してくれているということでございますね。デビュー当時は新宮側が1号車のキロ85でしたね。で3号車にはこの84の300までがついておりましたね。ただですね横を言うのであれば車体の向きを逆にしてほしかったなということですね。車体の向きね、ドアの位置がね逆についておりますね。こちらがね6号車という名古屋側が6号車という形になっております。はい、この向きのねあの連結最近ねなかなかなかったなというふうに思っております。1号車と一番後ろの車両6号車グリーン車です。さあ正直すごい人でなかなかね撮影がね難しかったかなというところでございます。さあ今ヘッドライト回流部に向かって出発ですね。キハ85系を担当した後はですねこの211の5000番台ですね、K17 編成プラス K15 編成ですね。こちらのペアが快速運用ということになっております。でこちらも、まあね、今年度中には姿を消すと予定となっておりますので、貴重なワンショットになるんじゃないかなと思っております。またこちらの211の5000番台を撮影された方も多数いらっしゃいますね。この211の5000番台が行った後はですね、特急飛騨5号ですね、飛騨古川駅ということで本日、増結されて6両編成ということで、高山本線、岐阜から高山本線に入りまして10両編成ということですね。はい、この10両飛騨もね、だいぶおなじみになりますね。土日ずっと10両飛騨が続いているんではないでしょうかね、もう名古屋では見ることができなくなった10両飛騨ということでございます。さあ飛騨5号 D5 編成が今日は使われております。それと D103 が、ね、増結編成でございますね。今日は D6 と106がお休みかなというところでございます。さあその横飛騨2号ですね、こちらが D8 編成ということで通過していきました。これはまたですね後に飛騨9号の高山編成ということで、また大阪飛騨編成と連結をしてそれでまた飛騨9号にやっていきます。さあ続きまして、いつも通りな2号の名古屋行きということでね、この12番線ホームにはかなりの人が撮影の列を作っておりました。今見てもねちょっとね分かるぐらいのねあの列が作られております。もうねちびっこのキッズからね大人までねいろんな人がね使う方の撮影をしておりますね。多くのお客様がルールマナーを守ってくださっております。点字ブロック踏まないところまでお下がりください。それでご協力お願いいたします。さあいつものね5両編成トリプルヘッダーでの登場でございます。さあ今日この後11番線にはねあの列車が入っていきませんのでちょっとゆっくり撮影することができるそんな感じですかね。さあ先頭車両15の5番ですね、こちらが1号車ということで先ほどのありがとう編成とはね逆の
並びというのがちょっとこれで分かるかなというところでございます。さあこの辺りはどうでしょうかね。6月の30日まで組み替えされないのかどうなんでしょうか。今幕回しが行われておりましてね、木こちらに幕が変わっております。さあこちらの5号車については201番ということで200番台が、ね、これでついておりますね、1100番台、300番台、200番台というね、それの並びの編成のものがついております。さあこちら G9 編成ですね、たまたま311が来たのでちょっと置きました。こちらは2台4号ですね。2台4号については2号編成ですね。かなりゆっくりですね。2台4号、2号編成が4番取りだということで、ね、4が3つ揃うというところになっております。さあちょっとね、もうちょっと後ろというか前に見なきゃいけないんですが、ちょっとね、失敗しましたね。ですね、はい、左4となっておりますね。さあ続きまして左7号ですね。左4号が到着した頃にちょうど左7号が、まあ、入線してくるというね、そんな感じでございます。どちらを優先するかというところがね、天秤にかけられる、ね、感じでございます。今日は左4号を優先をしていました。さあ左7号は先ほど名古屋車両区でね、もうすべてこれでね見ておりますので、まあ何が連結されているのかっていうのは分かっているものでございます。特急飛騨7号。さあこちらはね D1 編成ですね。 D1 編成ということで量産先行車ということですね。中間車に107を挟んで、それからまた最後が101ということでね。さあ一旦ですね名古屋車両区ですね、 H85 と向こう側にキハ85系が見えますね、キハ11の304番ターンテーブルから移動 M112 編成、そしていつものまでこの208、84、14、85、204ということで、この辺りがもうガラガラですね。でこちらについては D6 編成ということで、ね、今回はちょっと使われていない編成となっております。で向こう側は消去法で D106 編成、あとは85の13という形になっておりますね。これも休んでおりますね。そしてこれが特急飛騨9号高山行き D202 編成と D8 編成ということでございます。さあこちらにはキア851106が止まっておりますね。まだ後半戦というか続きます。さあ続きまして飛騨13号ですね。飛騨13号の富山行きでございます。これはですね、おとといの飛騨、ごめんなさい、昨日の飛騨7号の富山編成が、ね、こちらに入ってきております。で昨日は D104 編成は分かったんですが、もう一編成が分からなかったのでちょうどいいやということでね、確認のために撮影をしております。ということで今回は D6 編成と D106 編成が使われていない編成になっておりますね。さあ北側から進入でございます。こちらの飛騨13号のですね、D2 編成については本日の飛騨1号の基本編成ですね、こちらが来ております。そして富山編成については昨日の飛騨7号の富山編成ということで、102がちょっと分かりませんでした。104の方はね、昨日分かっておったんですが102が分かりませんでしたということで、これで、ようやく解明がしたということでございます。続
続いては、飛騨10号ですね、名古屋に先頭のこちらの編成を引き本日の飛騨1号の増結編成が入ってきております。そのですね、今飛騨17号ですね、こちらは、今日の飛騨5号の編成が17号になっておりますね。5号、12号、17号というような流れでございます。名古屋駅に到着しました。ありがとう。キア8号系南紀号でございます。最後北側に向けて出発ですね。本日の動画はですね、ちょっと長くなりましたが、これで終了となります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また撮っていきますのでよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。